はい、では今回はタスク管理表をスプレッドシートを使って作っていきます。こういったタスク管理表のようなものを作っておくと便利に使えるかと思いますので、ぜひ作ってみていただければと思います。はい、ということでやっていきます。はい、でこのタスク管理表なんですが、A 列のところにまず状況を選択しますと。で、B のところの列に担当者を振り分けて、あとタスクのところにタスクの名前を入れますと。はい。で、着手日のところに日付を入れて、期限日のところに日付を入れて、備考欄にメモを入れる。まあ、こういったシンプルな表を作ってみました。で、こちらを作っていきたいと思います。はい。ということでやっていきます。はい。で、新しいシートをまず作成したら、このシートの必要な列を残して、あとはすべての列と行を削除します。で、残しててもいいんですが、列がない方が編集するときにスッキリするので、一旦こちら列を全部削除しておきます。列を選択した状態で、シフトキーを押したまま右を押したら、すべての列が選択されるので、右クリックをして削除を選択しますと。そうすると列がすべて削除されます。で、A の1のセルのところに、まず、表のタイトルを入れておきます。で、2行目のところに見出しになるタイトルをそれぞれ入れていきます。状況、割り当て。この割り当ては担当者など使いやすいものに変えてみていただければと思います。で、タスク名、着手日、期限日、備考。といった感じで、まず最初に見出しの行を作って、色を設定して、あと位置を調整しておきます。あとは各列の幅を調整していただくといいかなと思います。はい。あとは行に罫線を入れておきます。そしたら、まずこの状況に、例えば未着手だったり、対応中だったり、完了といった選択をしたい場合に、こちらがデータの入力規則という方法を使って選択をします。で、このデータの入力規則は追加をしてあげると、ここに直接プルダウンで選択できるルールを直接入れることもできるんですが、これはシートを別シートとして分けておく方がおすすめになりますと。これ直接この入力規則に入れてしまうと、セルによって選択する内容が変わってしまうケースがあるので、ここの選択するプルダウンの値は別シートから抽出する方がおすすめですと。例えば、A 列に未着手、対応中、完了といった選択肢を作っておき、B 列の方に担当者の名前を入れていく。と、こういった表を一つシートに作っておきます。で、こちらのシートの値をこの入力規則のところに指定してあげますと。で、まず範囲適用するところは A の3から A の末尾までを指定しますと。ちょっとシート名がすみません、分かりにくいので変えておきます。シートをタスクといったシートにしておいて、はい。で、プルダウンで選択したい範囲をまず決めておきます。A の3から A のセルを指定しておきます。はい。で、条件のところのプルダウンをプルダウン範囲内に変更します。で、この範囲を指定したら、この選択のところの範囲をステータスのシートの A 列を指定します。で、OK ボタンを押してあげると、このタスクを選択するところの選択が今回指定したこの列になりますと。こうしておくと、仮に行が増えたりした時も同じステータスを全部出すことができますと。例えばステータスに保留といったようなステータスが追加された場合は、選択肢の中に新しく保留というステータスが入るようになりますということですね。はい。で、次に担当者の列を同じように入力規則で指定していきます。またルールを追加を押してあげて、今度は範囲のところをクリックしたら、 B の3から B の範囲を
指定します。で、条件をプルダウン範囲内にしておいて、範囲を先ほど作成した範囲を指定しておきます。 B のステータスのシートの B のセルを指定して OK ボタンを押しますと。そうすると、この担当者のところは担当者の列が指定された状態になりますということですね。はい。はい。で、着手日と期限日は、ここは日付を入れたいので、ここも入力規則を使います。着手日を選択した状態と期限日を選択した状態にしてルールを追加をします。で、範囲に関しては、D の3から末尾の E までを指定しまして OK ボタンを押しますと。そうすると範囲が指定されます。で、この範囲は今度はプルダウンではなく有効な日付に変えます。そうすると入力できる値が日付のみになります。で、この下の警告を表示のところは入力を拒否の方に変更しておいて完了ボタンを押しますと。こうすると、この着手日と期限日に関しては日付だけが入力できる状態になりますと。で、ここに数字や文字を入れようとするとエラーが発生するようになりますと。これで日付だけが入れられるようになりますということですね。はい。あと、表示形式ですね。直接数字を入れたときに形式が変わってしまうので、列を全部選択した状態で入力規則の日付を指定しておきますと。はい。こうしておくと、はい。このような状態で表示の形式が統一できますということですね。はい。ということで、これでひとまず、このようなプルダウンで選択できる表ができたということですね。で、あとは、2行目を固定しておきます。2行目を選択した状態で、表示の中の固定の2行を選択しておきます。そうすると、2行目までが固定された状態でスクロールして見やすい状態になりますということですね。はい。ということで、ここまでがひとまずこういった表を作るお話ですと。で、あとはここの状況を色を変えたりとか担当者のところ色を変えたりしていきたいんですが、ちょっと話が長くなってきましたので続きについてはまた次回お話をしていきます。まずはこういったタスク管理表というものを作るベースのお話をさせていただきました。作れるようになってもらうと便利に使えますので、ぜひご参考にしてみていただければと思います。